はい、こんにちは、A1 インターナショナル TV でございます。今回紹介する商品はこちら、ラムマウントのダブルソケットアームでございます。こちらの商品はラムマウントを語る上では欠かせない最も重要な商品となります。見ての通り3種類 S サイズ、M サイズ、L サイズとございます。こちらの商品ですけれども、両端に挟み込める、ボールを挟み込めるものがございまして、例えばこういう、例えばこのサクションカップベースの上に1インチの、直径1インチのボールがございます。こちらを挟み込みまして、でこっち側には GoPro のマウントできるヒーローマウントを取り付けます。で横をぐるぐると締めていくと、これでもう吸盤で固定できる GoPro マウントが完成しました。このようにダブルソケットアームを駆使して自分の好きなマウントを、好きなものを留めるために自分の好きな長さを決めて固定することができます。このダブルソケットアームの長さですけれども、まず S サイズ、留めた時のボールとボールの距離が5センチになります。 M サイズはボール間距離8センチになります。 L サイズで14センチの長さで固定ができます。見ていただくと分かるんですけれども、 M サイズと L サイズだけここにバネが入ってます。ここにバネがあることによってボールを挟み込むときにバネの力で片側を挟み込むことができるので、もう片方を止めるのが簡単になります。はい、いかがだったでしょうか。今のでダブルソケットアームの使い方、そしてラムマウント商品の使い方が分かっていただけたかと思います。もしよかったら商品ページの方もチェックしてください。そしてチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。